はい、ということで始まりました武田's キッチンのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はゲストにね、料理革命家の漏れちゃった素の本が佐藤さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、今回の料理はですね、練習前完璧な食材と、これ食べれば練習全部できると、もう怪我しない、怪我もしない、腹持ちもいい、ゲロも吐かない、優しい、ヘルシー、ヘルシー、全てを兼ね揃えた料理を今日お作りしていきたいなと思います。はい、一品目、一品目、はい、カルボナーラ。あー、こってり、よーゴリゴリのこってり。もう一個ありますね。もう一個、はい、それはさすがに多分練習に行っても影響ない。だってこの後マジで練習ありますから。2時前なんですけど、6時ぐらいから今日練習するから、そう、それはもう影響ないものにしてください。さすがにね、はい、考えましたもん。はい、唐揚げ。ああ、最悪。What do you mean?最悪はい、ということで普通に今日は小田さんとお昼ご飯を作りながら、で、この後練習もしますということで、実はね、小田さん結構一人暮らししてから料理を作るように、うんうん、なりました。うわ、素敵。僕はもう彼女元カノ、かわいい、まあまあ作ってもらったんで、僕はあんまり料理しない抵抗はないんですけど、やっぱちょっと苦手意識があるだけで、はい、作れるに越したことはないですね。そうですよね。じゃあ早速、はい、作りましょうか。じゃあ具材から紹介していきましょう。はい、ダッシュでいこうぜ。唐揚げの具材から、鶏もも肉、生姜とニンニクも使います。鶏粉と小麦粉、醤油味、うわ、塩味が良かったわ。あぁみりんも使います。で、次がカルボナーラ、家の麺とチーズ、武田がご所望のデカビール。うわ、全部使うのはまずいか、さすがに全部やりすぎてるね。やる、やる、赤い、赤い卵、赤卵使いますよ。みんな大好き生クリーム、ケニュー。以上をもちまして最終紹介となります。ありがとうございます。行きたいよ君のところへ、小さな夜な、ウェルボーイ、髪切り最初の、おめでとうございます。唐揚げの準備からしよう。おお、やばい、もうマジでどっちかすまんです。絶対そっちが強い。切れやし、あー、ちょっと罰です、すみません、勝手に始めちゃった。あー、いや、始めてください、始めてください。ボーン、あー、もうボールだ、ボールダーン。はい、ありがとうございます。ゲロンと手洗った、洗ってね、全然ぶちのめしてやるの、危ねえ。何年ぶりの料理ですか。ゆで卵作るのって料理ですか。いや出てってから初めて使いましたね。あ、これ何ヶ月ぶりじゃん。半年、もう半年経つんだけど、小田さんがね、今仕事怒られてね、この間ちょっとしょんぼりして武田に LINE したやられてるやん。心の拠り所はどこだったの。スヌー、スヌーって超哲学的な、いいんだ、へこむわってなったらスヌルのおすすめ、スヌルこんな感じ。はい、調味料ぶちまけゾーンに入ります。はい、ちょっとこれ当たった方がいい、先にぶりつくだけ、ぶりつく、ブリュー、うわ、すごー、そういう感じなんだ。なんか大さじ何杯とかじゃなくて、ここね、カメラもないです。うわ、すっげー匂い、美味しそう、臭いかもね。唐揚げ、こいつらを入れてざっくりやる多い、もっとちゃんと測るんだけど、家だと。え、 YouTube した、おいおいおい、プライベートで YouTube した、ちょっと気合い入れたかった所存では。まあまあ、それはもう僕の家にあるものでやってるから、それは申し訳ない。配られた手札で、ああ、かっこよ、あるもので全力を尽くします。片手で割れちゃうんだよね、かっこよ。もういきますよ、片手で。お、砕いたよね普通にできません。うわ、うわ、うわ、気持ちいい、気持ちいい、うん、ちょっと確かめたいことなんだ、これ本当に大丈夫かな、普通に、ちょっと一回確かめますわ、普通に危ないっすよいつもこんな感じの色、もうちょっと黄色い大丈夫、醤油、醤油かな、すみません、一回手洗います。ちょっと狙ったけどね、うわ、汚っ。30分ほど、結構長いね。こんな感じでつけを、つけると30分つけます。片栗粉な、本当に、え、やばいでしょ、ここダッシュでいこうぜ。パスタ、パスタ、ゲッティ茹でます。ゲッティ、小田さんの得意料理は何ですか。得意料理はビーフストロガノフ。うわ、でもカスタ名前強そうなやつ言っただけで作ったことないから分かんないけど、こっち系ではビーフシチューなんじゃん、もはや。アッキーベーカン、アッキーベーカン、つまみ食いありだ、ガチでうまそう。マヨネーズ、うわ、死んじゃうんじゃない、うん、うわー、おい、続ける。ベーコン、こんな感じ。おー、 あ、やった、これメーカーが悪いマジで開かない、
生クリーム舐めたらやばい。結構すごいことになる。チーズ、塩、コショウ。本当に粉だったらしいけど、パルメザンチーズしかないすぎる。チーズはあれ、あるほど美味しい。めっちゃカルボの色してきた。いいね。これを持ってカルボ液とする。このままかけるのこれ。あ、それは後で絡めるか。絡めるそうか。クイーン。買った。うわ。シュ。うわ。それ食べんの？先日ベトナムに行ってました。ええー。仕事で？仕事で。あららら、すごい。なんかだけだいいもんないかなと思って。え、お土産ですか？もしかして。やば。え。うわ、嬉しい。なんだろう、気になるよね。小田さんのお土産でまともなもの一回もらったことない。ない？一個覚えてんのがヒールの形のスマホスタンド。しょうもな。さすがにセンス感じた。え、なに？なにこれ？開けていいっすか？いいよ。想像の7倍は重い。ベトナムといえばね、結婚包まれてる。3、2、1。なにこれ、文鎮。ねえ、だから4つ顔があるやつ。可愛くない？可愛いけど。喜怒哀楽や。あ、そういうことか。そうよ。あ、そういうことか。喜怒哀で悲しいんでしょう。楽そうな顔してる。おお、普通にいいやつ買ってきたじゃん。じゃあありがとうございます。これ聞くのナンセンスだと思うんですけど、これいくらぐらいしたんですか？ガチでわかんない。うわ、すごい。うますぎ。なんと武田だっけ、オリーブオイルある。2023年2月1日まで終わっとる。あ、お、唐揚げが浸かりました。浸かりましたね。ある日、パパと二人で、飾り、あとさーと、ちゃんちゃんちゃんとかちゃんちゃん。この世に一番喜び、そして悲しみのことを。グリーン、グリーン、青空に、わららじどりがじゅん。もうドカーンいきますよ。いけ、いけ。あー、あー、火事。やば。わわわわ、おお、あれが好きなんですよね。時にはなぜか大空に。わわ、わかりそうでわからない。旅してみたくなる。美味しそう。プリ。あら、美味しそう。なんだか美味しそう。いただきます。この量に対してあの1個はわけわかんない。じゃあいただきます。いただきます。箸しかなくてごめんなさい。うん、マジで美味しい。美味しい。うん、小田さん的には何点ぐらいですか、リアルに。100点満点。うん、ほんと？リアルに60点。おー、マジでうま。めちゃくちゃうまいですけど、唐揚げ食えます？ごめん、めっちゃ食っちゃった。ごめん、いいっすか？うん、食べまくる。え、めっちゃうまいわ。うま、ん、はい。3割僕作ってますからね。なんで怒られない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マジで美味しかった。よかった。さすがです、小田さん。余ったやつは僕の夜ぐらいになるんですけど、作りましょう。せっかくなんでタッパーとか入れて2個ぐらい持って帰ってもいいですよ。2個。少ない。ダッシュで行こうぜ。すごいね。うん、はいはい。これを掴みました。本当は色黄色になって、え、衣まとわりついてる感じの予定だったんですけど、ちょっちゃ余ってたんだと違う。次衣つけてあげます。はーい、オッケー。これを揚げていく。揚げていきます。東大元暮らし。おぉ、気をつけて。ちょっと、弾けとく。おぉ、これで、生きれるわ。生きてくれ。生きろ。お、生殺与奪の剣を他人に握らせるな。それ何？それ誰？鬼滅の刃。鬼滅の刃か。あー、そうかそうか、聞いたことある。醤油味、こんな感じよ。エルチキやん。エルチキやん。1個100円で売りましょう。買ってくれるかな。いや、さすがに買え。怖すぎた。マヨネーズつけてくるので、美味しい。もうやるね。マジでいいスウェット買った。これいいやつなんだ。触り心地いいもん。ないんだろう。ブランドどこだと思う？見ちゃった。まあいいやつだね。コスパ20万。マジで可愛い。ユニクロー。でもいいからね、ユニクロは。ユニクロ最近本当におしゃれ。なぜ捨てた？これがユニクロじゃなくて2万とか言ってたら丁寧にあっちを切って。なんだかめちゃめちゃ黒いバージョン。目チカチカする。なんか悪いの入ったんでしょ。油？あ
油って入ってるやっぱりよくはなさそうです、うん、決してよくはなさそう。いただきます。溶けてる。ほんと？ちょっとね、焦げてなかったら美味しかったんだろうな。大丈夫ですよ。温度高かったのかな。味はうまいですね。味はね、うん、焦げの苦味がちょっとね、苦味ってことでもないけど、なんていうの、マヨネーズ食えばうめえから。もうお肉うまっ。うまいね。こんなジューシーなんだ。めっちゃジューシーですよね。僕は好きですけどね。うまっ。うん。小田さん何点ですか。30点。平均今日50下回っちゃった。50下回ったわ。焦げはちょっとダメか。いくつか食えないとか言って、バクバクいっちゃう。優しい子に育ちました。ほんとに美味しい。想像以上に全部うまかった。練習頑張れそうです。一応練習ちょっとお腹休めて走りに行きます。行きます。いいね。頑張れ、いいよ。いいね、いいね。サーコンキープ。頑張れ。あー、きつそう。オッケー、ナイスな。きつかったでしょ。きつかった。何秒？2秒ここ。ほら、やめろっつったら、それやめてって言ったじゃん。じゃあ、ラスト13でいってるってことですね。10分休みましょう。早く行っちゃったんで。いいねー。さあ、キープ。ファイト。ちょっと腰入っちゃったけど、これは疲労ですね。お疲れ。いいね、やられてるね。ちゃんと腰入ってて、あの疲れてた。入ってた。ガーッとこう、もう無理みたいな。やばかった。ボリュームってか質的には社会人初じゃないですか。2.5、2.4ってショートも50しっかり2本走って。確かに、うん、マシになってきたかも、うん、お疲れ様です。お疲れ様でした。マジで最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。 OK です。